プランコ頼む。さよならツーラン。お前だったらいける。うわっ、え、うわっ、おーい、何しとんじゃん、藤岡は何取り出してん、ちょっと先ほどロッテとね、日ハムの開幕3戦目のね、あの試合を見てたわけなんですけど、ちょっと負け方がひどすぎるわ、ほんまに。うん、今回はね、この試合の内容について振り返っていこうかなと。僕、ロッテファンなんで、ちょっと本当にね、ロッテには勝ってほしいんですけど、ちょっと反省点がたくさんありすぎる試合だと思うんですよね。まあ、皆さんのインパクトに残ってるのは9回のイニングだと思うんですけど、あの逆転された、そう、あの9回だと思うんですけど、それまではね、そう、9回迎えるまでは2対1で勝ってたんですよ。で、最後、そのね、逆転されてしまって、で、その後、まあ普通に抑えられて負けると。うん。いやー、なんですけど、これ、9回以外でもたくさん問題点があるんですよ。うん。まあ、今回はね、その点も含めてね、僕が語っていこうかなと思います。はい。まずはね、佐々木朗希についてですね。まあ、佐々木朗希は今回5回投げて、1失点っていう、これはもう本当に申し分ないっていうか、まあ、ピッチャーとしてはもう、あれですよね、合格点と言えるラインだと思います。ただね、まあ、佐々木朗希、別に怪我とかしてるわけでもないし、なんか疲れててる様子もなかったのか、もう1回ぐらいまで投げさせてもいいんじゃないかって思ったけどね、6回、7回と。まあ、せめて6回ぐらいはね、投げていいんじゃないかなと。ちょっとロッテね、大事に扱いすぎ。まあ、朗希がね、こういう、なんていうの、起用方法で、やらせてほしいって言ってんだったら、まだしも、わかんないけどね。うん。そう、もうちょい投げさせてみてもいいんじゃないかっていうのが、まあ、まだ規定投球回達してないからさ、うん、今年は、ちゃんとした成績残してほしいんですよね。うん、そうしたらどのような、ちょっと記録作れるかも楽しみだしね。はい。っていうのがまず一つ。うん。まあ、正直5回1失点っていう内容に関してはね、もう、全然、マシっていうか、合格だと思います。はい。合格って、俺が言うのもあれだけどさ、うん、すごいいい方だと思う。で、その後、継投してって、あとあれだね、ロッテの打撃陣だね、これ、12安打打ってるんですよ、この試合。なのにもかかわらず、2点しか取れてないっていう。しかも、そのうちの1点も、おそらく、日ハムの送球エラーがなければ、ショートの。1点取れてないと思うんですよ。これはね、ちょっと、由々しき事態っていうか、もうちょいバッティングし、うん、練習じゃないけどね、改善してほしいですね。うん、頑張ってほしい。これはね、ちょっと、まあ、佐々木朗希も出ていっちゃうぞ、本当に。うん、ロッテがね、ちょっと、まあ、もっと強ければね、ああ、このチームでもっとやっていきたいとかいう気持ち、持てなくなっちゃうかもしれないから、ほんまに頼むぞ、これはね。うん。あれなんだよ、朗希を守る戦いでもあったんだよ。特に朗希のね、先発だったし、うん。今日は勝ってもらわなきゃダメな試合だった。で、そう、まずは、朗希の起用法で、ロッテの打撃陣が弱いっていう点と、あと、三つ目なんだけど、8回だったかな ?8 回の裏かな、佐藤に、なんか、スクイーズさせてるんですよ。首脳陣が。これ何なのっていう。確かね、佐藤ってヒット打ってるんですよ。この試合。2安打ぐらい。しかも、ま、結果的にね、失敗してしまうんですよ。佐藤のスクイーズが。はい。いや、俺だったらね、打たせてますよ。まあ、だってこの試合ちょっと調子良さそうっていうのもあったしね。うん。まあ一応この8回の時点ではロッテ勝ってるしね。まあ1点ね、取りたいっていう気持ちはわかるんですけど、うん。打ってるバッターだぞ。別のバッターにね、スクイーズさせるんだったら、ちょっとわからないでもないんですけど、まあせめてね、ちょっと成功してくれっていう。あ、でもなんかこれわかんないけど、セーフティースクイズって書いてあるんですけど、あ、僕が見てるね、このスポナビっていうプロ野球のそのサイトみたいなのがあるんですけど、これわかんないけどね、はい。指示なのか自分でやったのか。で、どうなんですかね。まあ失敗してしまったのはちょっとね、これは良くないね、はい。しかも1点差だし、ね、決めて欲しかったっていう。はい。で、まあ問題の9回ですよ、9回。マスダ、お前しっかり抑えろよ。うん。いや、本当にね、なんか毎年ね、ちょっと、
とはね、防御率とか、 なんか成績見る限りは、ね、悪くないけどね、なんかこういう1点差の場面とか、打たれて負けるみたいなのがもうそう多いイメージで、もう増田劇場なんてね呼ばれたりして、うん、いやもう仕方ねえよなみたいなさ、そういう雰囲気を作らしてるのはね良くないっていうか、俺増田好きだからね、まあ抑えとして使い続けるのはいいんだけど、頑張ってくれよそこは。うん、まあ増田だけのせいじゃない、もちろん。あのね、何が起こったかというと、まあ見てた人だったらわかるかもしれないけど、山口とあのライト山口とセンター和田のね、あれですよ、ちょっと、うん、こうやって交錯してうわっつってなんかフライが上がったんですけど、あの2人がね取れなくてちょっと、うん、ぶつかり合っちゃって後ろにね、そうボールが転がっちゃうみたいな、でニチャムがそうチャンスを作ったわけなんですけど、あれはちょっとね、そう、うん、増田だけのせいじゃなくて山口と和田どちらかの打球かって言われたら、そのライトかセンターか、ちょっと難しい部分はあったかもしれない。まあ声援とかもあってね、声出しとかも聞こえないのはしょうがないかもしれないけど、あそこはなちょっと痛かったほんまに、うん、まあ取れる打球だったしね、あれ取ってればまあもしかしたら引き分けぐらいにはなってたかもしれないし、まあどの道日ハムのね勢いがついてしまった、あれ本当に痛かったわ。うん、いや、なんということだ。はい。で、まあ、最後ですよね。9回の裏の攻撃ですよ。うん。あの、ポランコの、サヨナラゲッツ。うん。あの、ね、ライトに抜けようっていう、あの、弾丸ライナーみたいなの。うおーって一応、藤岡もね、見てはいたのかもしんないけど、もう抜けたと思って、もう飛び出したんだよね。うん。そしたら、セカンドがファインプレイ。まあ、ちょっとジャンプして取って、うわーって戻って、うん、ファーストに投げられてダブルプレーっていう。おい、それはないやろと。うん。ちょっといただけない終わり方っていうかね。うん。本当に、まあ、私事なんですけどね。まあ、ポランコ好きなんで、プロスピとかでよく使ってるんで、あの、プロスピ A っていうゲームがあるんですけどね。うん。いやー、あのゲッツーの仕方見てると、ちょっとまた、なんて言うんだろうな、やらかしかねないっていうか、うん。いや、もうちょい打球ね、上がってほしかったね。はい。ポランコって、なんかあれなんだよね。うん。ああいう打球多いイメージっていうか。まあ、ついてなかったね。まあ、負けてしまったわけだけどね。あの、開幕3戦目。これは勝てたよ。うん。はい。今後のね、ちょっとロッテの試合に、注目したいと思います。まだ。うん。ちょっと許せないね。許せないっていうかね、こういう、なんていうの、やらかしてしまったロッテの試合に関してはね、僕が、そのね、言及じゃないけど、うん、評論できるところがあればね、また動画にして語っていこうかなと思います。はい。ありがとうございました。以上ね、ロッテガチ勢の、こう見えでした。あれやした。